さんこんにちは。皆さんは布施明さんをご存知でしょうか。布施明さんは日本の歌手、シンガーソングライター、俳優です。東京都三鷹市出身で、都立府中高校に入学後、豊島実業高等学校、現在の豊島学院高等学校に転校し、同校を卒業しています。1965年にデビューし、所属事務所は渡辺プロダクションを経て、プロダクション荻を経て、2012年に独立し、FRA 音楽奏者を設立しました。所属レコード会社は、キングレコードを経て、トクマジャパンコミュニケーションズに所属しています。血液型は A 型であり、横浜市立大学学長を務めた布施勉さんは実兄です。妻は歌手の森川ゆかりさんです。そんな布施明さんの過去、全盛期の経歴、活躍、そして現在の様子についてご紹介していきます。最初に布施明さんのプロフィールからご紹介します。出世名布施明、生年月日1947年12月18日、75歳、出身地東京都三鷹市、職業歌手、シンガーソングライター、俳優、配偶者森川ゆかり。まず布施明さんの過去、全盛期の経歴、活躍についてご紹介していきます。布施明さんはかつて活躍した女性デュオザ・ピーナッツに憧れ、歌手を目指すようになりました。高校在学中に日本テレビ系のオーディション番組、味の素ホイホイミュージックスクールに合格し、渡辺プロダクションにスカウトされました。デビュー当時は事務所の先輩である伊藤ゆかりさんなどのステージの前座を務めるなど、謙虚な姿勢で活動していました。1965年には「君に涙と微笑みを」という曲でキングレコードからデビューし、その後も「恋」「霧の摩周湖」「愛は不死鳥」「積み木の部屋」などのヒット曲を連発しました。1969年 TBS テレビのドラマ「SH は恋」のイニシャルで俳優として主演し、以降映画「ラジオの時間」、ミュージカル「ボケピ」、テレビドラマ「男の選び方」、「ウソ恋」、「ウォーターボーイズ」、「仮面ライダー響」などに出演しました。布施明さんは多数のヒット曲を生み出していたにもかかわらず、賞レースでの受賞経験が長らくありませんでした。しかし1975年にシンガーソングライターの小倉圭さんが提供した「シクラメンの香り」が大ヒットし、ミリオンセラーを達成しました。この曲により布施明さんは第17回日本レコード大賞、第6回日本歌謡大賞、 FNS 歌謡祭の最優秀グランプリなど多数の賞を受賞しました。その後も「傾いた道しるべ」、「日差しの中で」、「落ち葉が雪に」、「君はバラより美しい」、「恋のサバイバル」などのヒット曲を連発し、年末恒例の NHK 紅白歌合戦にも常連出場しました。布施明さんは日本を代表する男性アーティストの一人として確実に成長しました。布施明さんの歌唱力は非常に高く評価されており、熱狂的な人気を集めながらもクラシック番組「オーケストラがやってきた」にメインゲストとして出演し、シューベルトの歌曲にも挑戦したことがあります。布施明さんは1980年にハリウッド女優のオリビア・ハッセイさんと結婚し、世間を騒がせました。同年アメリカに渡って歌手活動やミュージカルにも出演し、国際的な活躍を見せました。1983年には息子のマックスさんが誕生しましたが、1989年には離婚し日本に帰国しました。この離婚で話題になったのは、当時の日本では考えられない額の慰謝料や養育費でした。その後布施明さんは音楽活動を続け、2004年には NHK 第55回 NHK 紅白歌合戦に20回目の出場を果たしました。布施明さんは日本を代表する男性アーティストとして今もなお多くの人々から支持されています。2005年テレビドラマ「仮面ライダー響」の主題歌「少年よ」が発売され、布施明さんのシングルとして25年ぶりにオリコントップ20入りを果たします。この曲は初動セールス1万枚突破のヒットとなりました。同年11月には同ドラマの2代目オープニングテーマ曲「始まりの君へ」を発売しました。そして12月には NHK 第56回 NHK 紅白歌合戦に
21回目の出場を果たし、少年よを歌唱しました。 NHK と民放の枠を超えて、響き役の細川茂樹さんや仮面ライダー響きなどに扮したスーツアクターたちと NHK ホールのステージ上で共演しました。その後、布施明さんは2006年12月13日にユニバーサルミュージックに移籍し、森山良子さんとのデュエット曲「優しく愛して Love Me Tender」を発売しました。同年12月には NHK 第57回 NHK 紅白歌合戦に出場し、ジョン・レノンの「イマジン」を歌いました。2008年には NHK 第59回 NHK 紅白歌合戦に出場し、トップバッターを務めました。君はバラより美しいを歌い、当時61歳であった布施明さんは美川憲一さんと並んでトップバッター担当歌手の最年長記録となりました。2009年には NHK 第60回 NHK 紅白歌合戦に出場し、25回目の出場を達成し、マイウェイを歌いました。同年限りで紅白勇退を宣言し、ポップス歌手出場枠を後進に譲る意向を明らかにしました。また2015年には第57回日本レコード大賞で功労賞を受賞しました。2019年3月、喉の不調により診察を受け、声帯ポリープと診断されたことを公表しました。4月に手術を受ける予定でしたが、ポリープが消失していることが確認されたため手術を受けずに療養し、6月に歌謡番組の司会として復帰し、芸能活動を再開しました。布施明さんはオリビア・ニュートン・ジョンさんとの離婚後、特に浮いた噂などはありませんでした。しかし2013年春には歌手の森川ゆかりさんとの熱愛が突如として報じられました。当時布施明さんは65歳、森川さんは50歳でした。この報道を聞きつけた週刊女性の記者が半信半疑ながらも横浜市の布施明さんの自宅を直撃し、取材を行ったそうです。取材で布施明さんは、最近になって仲間内の何人かには、そのうち結婚しますって言ったんだけど、それにしても君は取材に来るのが早いね、わらとあっさり森川さんとの結婚を認められました。最後に布施明さんの現在についてご紹介していきたいと思います。布施明さんは2023年に76歳になりますが、外見は50代後半に見えるほど若々しく、元気にテレビ出演や SNS 発信を行っています。そのため当分の間は引退する予定はなさそうです。しかし一部の人たちは、布施明さんは引退したはずではなかったかと疑問視しています。ただ現在のところ、布施明さんの公式な発表や報道によると、引退する意向はないようです。布施明さんは引退しておらず、2009年を最後に NHK の紅白歌合戦への出場を勇退したことが、勘違いされることがあるようです。布施明さんは、自分が出場することで、限られた出場枠を若い世代に譲るべきだ、との考えから、紅白出場を辞退したと語っています。2023年、布施明さんは NHK を中心にテレビ出演を続けています。新年早々の1月24日には NHK の音楽番組「うたコン」に出演し、歌唱披露を行いました。その後、1月27日には埼玉県で開催された NHK の「のど自慢」にゲスト出演していました。また、布施明さんは2019年に声帯ポリープがあると診断されています。除去手術を受ける予定でしたが、手術直前になってポリープが消失したそうです。2023年現在は病気もなく元気に過ごしているようです。今後も健康に気をつけて元気に活動を続けていってほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた。